メラの教室最高師フォトグラファーの三崎すぐると、モデルのひろこかんです。よろしくお願いいたしま す。ということで、またまたキューブスタジオで今回も撮影するんですけど、さあ今回は何を撮るのかなと言いますと、今回は指令がございまして、はい、寄り絵禁止、全体の引き絵だけでスタジオポートレート乗り切れという企画でございます。パフパフということで、この企画の言い出しってアメちゃんでございます。おー、いや一言みたいに言わないでよ。一言みたいに言わないでよ。アメちゃんね、そうなんです、引き絵を撮ってほしいっていうことで言われまして、なんて言ったって洋服が可愛いから。その通りです。めちゃくちゃね、もう王女さん、王女さん、そこだった。ごめんなさい。プリンセスということでね、全体的にこのキューブスタジオのこの背景を生かして、ちょっとね、それを生かして撮ってみようと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。ということで、今日使いますカメラがソニーのアルファ 7C2、 レンズは2種類使います。こちらのシグマの 50mmF1.4DGHSM アートとオートレンズのオートタクマ 35mmF2.3、 この2つを使ってね、この全体のキューブスタジオのパターンを3パターンぐらい撮ってみようと思いますので、最後までお付き合いください。ということで、行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで、はい、このスカイエリア、ここですね。やっぱりアメちゃん、アメロンディアス、アメロンディアスみたいな、そういう雰囲気、ちょっとやっぱりね、そういう青っぽいイメージを見たいかなとありまして、このスカイエリアとかすごいぴったりですよね。ここをうまく活かしたいときは、ちょっとこれを引き絵にして、ちょっと空っぽい雰囲気を出して撮ってみるのと、はい、今日、アメちゃんから一つオーダーがありまして、オーダーとは、あ、シルエットで撮っていただきたいです。ということなので、こちらに完全に大きい窓がありますので、ここをシルエット調に撮ってみる。さらにこのスカートがありますからね、このスカートのキラキラ感を出したい。ということで、なんですけど、そこで一手間加えたいんですよね。ここに植木鉢があるんですよ。これを前ボケにして、ちょっとふんわり感のあるをさらに前増しにしていこうと思います。はい、はい、ということで、次はここのエリアを取るんですけど、だいぶ暗くなってきましたね。暗すぎて。なんですけど、逆にこの暗さを生かそうかなと思って、ここでのイメージが、ここの全体のところに、アメちゃんがこの今いる位置に座っているところをスポットライトみたいに当てると、ちょっと映えるんじゃないかなって思うんですね、はい。ということで、ここでどうしよう、どういう風に照らせばいいのかなっていうところなんですけど、ここでクリップオンストローの、これですね、ドックスの V マン。これを使ってみるんですけど、ここで大事になってくれるのが照射角っていうものです。要はこの光の当たり範囲を狭めてくれる機能がグリップオンストロボには付いているんですけど、これを最大の照射角までまとめて、アメちゃんだけスポットライトで照らすっていうやり方を取ってみたいと思います。ピンサンゴですね。その通り。はい、ということで、ここのエリアを撮るんですけど、やっぱりここすごい白い雰囲気がすごいいいなと思ったので、ここはオールドレンズの出番です。オールドレンズだと全体的ににじむような効果が出ますので、そのふわり感を利用します。なんですけど、今もう電灯つけてる感じわかると思うんですけど、結構暗いんですよね今。なのでこっちの窓から来る光が全然ダメだし、ここからね光を得たいところなんですけど、外があいにくの雨で、じゃあどうしようかなっていうところなんですけど、こちら側を窓と見立てて、後ろからストロボをこちらから入れまして、ちょっと窓の光っぽく映していきます。はい、ということで、すべての撮影終わりました。ありがとうございました。もうすごい疲れて、汗が。
ということで、こんな汗をだくだくで頑張ってもらったんですけど、今日どうでしたか？いや、すごいわがまま言ったんですけど、うん、いい感じにいろいろたくさん撮っていただきました。いやもうね、すごいね、挑戦しがいがあったオーダーでした、今日は。こだわりを詰め合わせました。本当に。ということで、僕も、やっぱりスタジオで、実はあんまり乗らなくて、屋外だと聞きがすごい多いんですけど、スタジオって結構狭い空間なので、乗った方がやっぱりモデルさんも魅力的に映るかなって今までは思っていたんですけど、でもそうじゃなかった。そういうことです。そういうことなんです。この背景を生かしてモデルさんどうやって配置しようかな、どういう風にモデルさんをアクセントとして入れてみようかなって考えると、まあ、シルエットとかもいいですし、スポットライトに混ぜるのもいいですし、ちょっとねポートレートっていう考え方よりかは、風景とかそういった撮り方のに準じて撮った方が、こういう引き絵っていうのは綺麗に撮れるようになりますので、よかったらね、試せるうちで、試せる時がありましたら試してみてください。ということで、本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。アメちゃんの詳細は概要欄にてお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回お会いいたしましょう。さようなら。